ボトルアクアリウム、どうもアキチャンネルのアキです。今回はこちらのボトルを使ってミスト式でアクアリウムを立ち上げていこうと思います。このボトルはですね、確かもうだいぶ前になるんですが、ニトリさんで購入したものとなります。あとはレイアウトで溶岩石と流木を使っていきます。あとはソイルですね。で、今回ね、ミスト式で立ち上げるということで、水草の種を2種類使っていこうと思います。ベビーハイグロ、あとはハイグロ SP ラージ、こちらを使っていきます。まずはね、ソイルをボトルの中に敷き詰めていこうと思います。まあ、これはね、いつもね、同じことを言ってしまうんですが、正面から見た時にこう全体が見渡せるように傾斜をつけてあげると、まあ、いいですよということですね。手前を低く、奥を高くということになります。で、今回アクアリウムということでね、まあ、水を張っていくんで、まあ、ソイルを使っているんですが、水を張らないのであれば、ソイルでなくてもね、園芸用の土であったり、あとは、テラリウム、パラダリウム用専用の、ね、土が売っています。モデリングソイルとか、あとは造形くんとかね、そういった土でも構わないと思います。それではね、霧吹きの方をしていきます。で、この霧吹きもですね、必ず、まあ、石をね、レイアウトする際は必ず霧吹きをしてあげてください。そうすることでね、まあ、こう水を吸わせてあげるとソイルが締まるんですね。で、石を配置した時にソイルが崩れにくくなります。なのでね、霧吹きの方をしてから石を配置してあげるといいかと思います。少しね、こう水滴が見づらいので、拭いていこうかなと思います。まあ、今回ね、撮影用でこんなことをしているんですが、まあ、個人でね、立ち上げる場合はもちろんこんなことね、する必要はないと思います。で、また結局この後霧吹きもするので、まああまりね、こう拭いても意味はないかなというところなんですが、まあ、少しはね、見えやすくなるかなと思います。その割には結構ね、念入りにやってますね。で、少しね、こう、まあ、見づらいかなとは思うんですが、溶岩石の方はすで、に配置の方をしてあります。少しね、こう中央に黒く見えるのが溶岩石になります。で、あとはですね、後ろの方を少し高くしたいので、ソイルを足していきます。で、少しね、こう傾斜をつけたい時は溶岩石の今上ですね、ソイルを足した後に霧吹きをして、またソイルを足して霧吹きをして、少しずつこう霧吹きをしながら高さをね、出してあげるとやりやすいかなと思います。で、少しね、溶岩石の、まあ、存在感が今のところこう黒くてね、まあ、ソイルと同化して分かりづらいんですが、まあ、今回ミスト式で立ち上げるということで、水草の種がね、まあ発芽してこう絨毯になってくると、溶岩石の存在感出てくるんではないかなと思います。それでは次にね、水草の種をまいていこうと思います。まずはね、ハイグロ SP ラージですね。これを後ろの方にまいていきます。まあ、本当はね、まあ、前回もお話ししたんですけども、スモールを頼んだんですが、ラージがね、2袋来てしまったんですね。で、このラージは少しやっぱり背の高くなる水草なので、こう後ろの方にね、巻いていきます。まあ、後継層的な感じですね。まあ、このボトルアクアだったら結構ね、高さがあるので、まあ、このラージでもね、少し背が伸びても対応できるかなというところで、今回ね、こちらを使ってみました。で、種の巻き方としては、
もちろんねラージなので発芽した時の一つ一つの芽が結構ね大きいんですね。なので種をまく時はそんなこう密集させてまく必要ないかなと思います。ある程度の隙間を空けてあげてまいても綺麗なね絨毯になってくれるとは思います。そして次にですねベビーハイグロシードの方を巻いていこうと思います。こちらはねすごく小さな粒状の種となります。まあ、発芽した芽もねすごく小さな芽なのでこちらは前景草としてね前の手前の方に巻いていこうと思います。でこの種はですね逆にこう巻き方としては発芽した芽が本当すごくね小さなものなのでなるべく重ならないように密集させてこう巻いてあげると綺麗な絨毯になってくれると思います。こういったね2種類の水草の種こういったところの成長のねまあ過程も面白いかなとは思います。次にですね流木を配置していこうと思います。この流木の上にもですねベビーハイグロシードをね少し種をまいていこうかなと思います。水に浸かる部分あとは水から、陸上ですねに出る部分両方にね種をまいてこう水の中とね水の外この成長の違いなんかもね見ていこうかなと思っています。あと流木を使う際の注意点なんですが必ずアク抜きをしていただいて流木に十分ね水を吸わせて沈んだ状態のものを使ってください。意外とね流木買ってきてすぐこうレイアウト組んでしまって水を張ったら流木が浮いてしまったっていうこともねあるんでねこの辺はね注意していただければと思います。まあネタとしてはね水を張ったら流木浮いちゃったよなんていうねサムネもね面白くていいかなとは思いますけど注意の方をお願いいたします。あと発芽までの管理としては、両方水草の種温度管理の温度って違うんですね。だいたい20度から28度ぐらいで温度管理していただければ両方ともですね、いい確率で発芽はしてくれると思います。あとは毎日ね少しずつ、いっぱいこう霧吹きする必要はないんですが多少のね霧吹き湿らす程度の水を与えてくれれば3日4日5日ぐらいでね発芽してくれるんではないかなと思います。あとはですねラップをして発芽を待ちます。あとできたらですね、アクアリウム用の水槽用のねライトでもいいので1日5時間ぐらいはこうライトをね当ててくれたら、発芽率成長良くなると思います。そしてこちらが、種まきから6日目の様子となります。こちらがベビーハイグロシードですね。こちらがハイグロスピーラージ。この種のね、発芽した時の芽の大きさ、違いがね分かるかなと思います。であと10日ぐらいしてこう根張りをね、しっかりと確認できたら水の方を注入して生態をね導入していこうかなと考えています。であとですねこれは一番最初に立ち上げたものですね。外掛け式の、調味料入れを使ったものですね。こちらにレイアウトを組んだもの。あともう一つはですね動画にはね、上げていないんですが100均のこの小さなね金魚鉢みたいなものにも、種をまいて発芽をさせてあります。この3つ次回ですね水を入れて生態の方を導入していこうかなと思います。それでは本日はここまでとなります。最後までご視聴いただきありがとうございました。またよろしければチャンネル登録グッドボタンよろしくお願いいたします。それではまた。